こんにちは。ジャンク品の修理にチャレンジしているガオガオです。今回修理するのはレノボのノートパソコン、アイディアパッド1です。2年ほど前に購入された比較的新しいパソコンのようです。症状は衝撃を与えたりしていないのに、突然電源が入らなくなったそうです。電源アダプターを挿しても通電しないとのことですが、確かに通電を示すランプがつきません。電源ボタンを押しても起動することはありませんでした。それでは分解していきます。ネジを外せば簡単にカバーが外れる構造です。バッテリーを抜いておきます。バッテリーを抜いた状態で再度電源アダプターを接続してみます。やはり電源ランプは点灯しませんでした。マザーボードを取り外します。基板裏についているアルミ絶縁シートは再利用するので丁寧に外します。それでは AC アダプターから順番に電圧を確認していきます。最初のヒューズは 20V の電圧がかかっているので問題ありません。次のコイルにも 20V の電圧がかかっていました。右側のコイルも 20V の電圧がかかっていたので問題ありません。次に MOSFET につながっています。入力側のドレインは 20V の電圧がかかっています。ゲートには電圧はかかっていません。ゲートに電圧がかかっていない状態では出力側のソースには電流は流れない構造です。やはりソース側には電圧はかかっていませんでした。ゲートとソースの端子でショートがないか確認です。ゲートは14メガオームあるのでショートはしていません。ソースも 3.9 メガオームあるのでショートはしていませんでした。ショートしているとほぼ0オームの値になります。ドレインもショートはしていなかったので MOSFET は故障はしていないようです。それではバッテリー側の基板に問題がないか見ていきたいと思います。ヒューズはつながっていたので問題ありません。どこかの部品がショートすると回路保護のためヒューズが切れることがあります。この MOSFET のソース、ゲートともにショートはしていませんでした。ようやくショート箇所を発見しました。先ほどの MOSFET と基板上同じ領域なのでここもショートしていました。ここのコンデンサー3つもショートしていました。コンデンサーにクラックがないか確認しましたが、特に異常はありませんでした。バツ印から先は電流が流れていないので、強制的に電流を流してみて発熱する部品を見つけようと思います。 MOSFET のソース側に電圧 19V、電流1アンペアを流します。左側の部分が熱くなっています。この3つのコンデンサーあたりが発熱しているようです。この3つのコンデンサーは完全にショートしていましたが、クラックなどの異常は見当たりませんでした。
基板の裏側を見てみるとコンデンサーが2つあります。左側のコンデンサーがクラックしていました。パソコンの電源が急に入らなくなったのはこのコンデンサーのクラックが原因で間違いなさそうです。それではフラックスを塗ってからヒートガンでコンデンサーを取り外していきます。コンデンサーの静電容量がわからないのでクラックが入っていない右側のコンデンサーも一緒に取り外します。ハンダを塗ってから古いハンダを集め取ります。クラックしていたコンデンサーを取り除いた後、ショートは見事解消されました。バッテリー付近のコンデンサーのショートも解消されました。 OL とはオーバーリミットの略で測定範囲を超えているという意味です。今回は抵抗値が大きすぎて測定範囲を超えたようです。ショートしていたMOSFETもショートが解消されています。クラックの入ったコンデンサーの抵抗値を測定してみると完全にショートしていました。正常なコンデンサーの静電容量は10マイクロファラドだったので同じコンデンサーを用意します。今回はマルツオンラインにて25ボルト10マイクロファラドのコンデンサーを購入しました。ここのコンデンサーはおそらく20ボルトラインなので若干余裕を持って25ボルトのコンデンサーを選定しました。横から見るとコンデンサーの位置が微妙にずれていました。コンデンサーの位置を修正します。コンデンサーのサイド側にハンダを追加し、確実に基板に固定します。MOSFETの出力側のソースに 20V の電圧がかかるようになりました。交換したコンデンサーにも 20V の電圧がかかるようになりました。それでは AC アダプターを接続し通電ランプが点灯するか確認です。見事、通電ランプが点灯するようになりました。それでは、パソコンの電源を入れてみます。見事、パソコンが起動してくれました。SSD を取り付けます。
Windows 10をインストールします。Windows 10も問題なくインストールできました。今回のジャンクパソコンはコンデンサーのクラックが原因で電源が入らない状態になっていました。修理にかかった部品代は1個52円のコンデンサーだけなのでラッキージャンクだったと思います。これからもいろいろなジャンク品の修理にチャレンジしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。